ご視聴ありがとうございます。今回は、ファミコンの懐かしい美少女ゲームたちについて、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。1980年代の、8ビットの家庭用ゲーム機であるファミコンでは、表現できるグラフィックには限界があり、3D のリアルなグラフィックなんて、夢のまた夢の時代であった。ましてや、可愛い美少女のドット絵を、ゲーム画面に表現するなどは、遠い幻想の世界のお話。そのため、ゲームのパッケージや広告ポスターなどで、ゲームの美少女の姿を、想像力で補いながらプレイしていたあの頃。しかし、そんな限られた表現力しか、持たないファミコンでも、美少女ゲームに挑戦したゲームタイトルたちが、存在していたんだ。ゲームに可愛い女の子が、出てくるのは当たり前になった現代だけれど、そう、美少女キャラの春の訪れは、ファミコンから始まっていたんだ。この頃のテレビゲームの定番といえば、お姫様がさらわれた、さあ、姫を救いに冒険に旅立とう。という作品が多かった中、そんな常識を覆すような、戦う美少女よ、敵をやっつけろ。という、八切れんばかりのピチピチヒロインが、登場する、作品も出始めていたんだ。代表作といえば、露出の高いビキニアーマーの、アテナ姫や、マブーラの翼の女戦シルシアなどだね。このキャラクターたちの登場は、当時の美少女ゲームに、免疫のなかった、ファミコンゲーマーたちを驚かせることに。さらに、ファミコン中期以降は、増加した、ロムカセットの容量を活かして、美少女表現に、全力を注いだ作品も、登場し始めるんだ。代表作としては、マジカルキッズドロピーや、ムーンクリスタルなどの、一枚絵をふんだんに使った豪華な作品も、現れることに。説明書やパッケージのイラストで、想像力を、膨らませながらプレイした時代から、神業的なドット絵で、可愛い女の子を、堪能できるようになったのもこの頃からだね。そして、なんといっても、ファミコンゲームの美少女時代の、最大の特徴は、マーケティング的に受けそうな、キャラクターの表現ではなく、俺は、こういう美女が好きなんだ。という、純粋にクリエイターたちの、好みが強く反映された、個性のあるキャラクターがたくさん登場したことだね。現代の萌えキャラたちとは違う、80年代らしいキャラクターたち。そんなファミコン時代に描かれた、8ビット時代の懐かしい、美少女ゲームたちを振り返ってゆこう。最初に紹介する作品は、デイビーソフトから発売された、レイラだよ。この作品は、若干17歳の特殊部隊員である、少女レイラと、彼女をサポートする青髪の、美少女、イリスが登場するアクションゲームだよ。女の子が主人公のファミコンゲームとしては、最もハードボイルドな作品だね。ダーティペアの影響が見て取れるイラストに、惹かれ、思わず店頭に走ってしまったゲームファンも、多くいただろうね。レイラこそが、元祖ギャルゲーである。と主張するファンもいるほど、しかしゲームプレイは、高難易度ゲームであり、美女たちに惹かれて衝動買いしてしまったユーザーは、イラストの可愛さとゲームの難易度のギャップに戸惑うことに、可愛い美少女のレイラと、イリスちゃんと共に地獄へ落ちてもらおう。次に紹介する美女ゲームは、ジャレコの萌えの作風の原点でもある、おっことしパズル、トンジャンだよ。トンジャンの広告コピーは、麻雀ができなくても、ヘツチャが、誰でも楽しめるニューパズルゲームの、登場、簡単だけど頭を使う、面白ゲームだよ。というもので、ゲームの内容は、指定された麻雀牌を、穴に落としていくという、パズルゲームなんだ。ゲームそのものはシンプルな内容で、パッケージデザインも、豚さんのキャラクターから、コナミのアクションゲームである、プーヤンを思わせるものなんだけど。しかし、ゲームが始まると、美少女の萌えキャラが登場することに。これには、豚さんのパズルゲームと思って、ゲットした、男の子を喜ばせたことは言うまでもない。1980年代末といえば、ファミコンゲームの容量も、増えていった頃であり、アーケードゲームではやっていた、脱衣麻雀をモチーフにしたのか、その増えた容量を、十二分に活かして、ジャレコが美少女を、これもかと詰め込んだ作品でもあるんだ。後に美少女ジャンシ、スーチーパイなどをリリースすることになる、ジャレコの萌えの作風の原点にあたる作品だね。エンディングでは、ファンへのサービスということで、美少女たちの集合写真を、堪能することができるよ。次に紹介する美女ゲームは、マジカルキッズドロピー。1990年に、ビッグ東海から発売された、ロックマンとよく似たアクションゲームだよ。広告のコピーは、ロボット軍団来襲、マジカルパワーで地球を救え。というもので、ゲームのストーリーは、西暦1999年、悪玉帝国が突如現れ、科学力で応戦するも、手も足も出ず、世界は支配下の危機に瀕していた。ヒロインの美少女、ドロピーが悪玉帝国に、立ち向かう。というもの、現代でも通用する、美少女萌え系ロックマンという発想がなかなか面白い作品だよ。この作品は、ロックマンばりのアクションがよく、話題になるけど、忍者竜剣伝のような迫力ある、デモシーンが見られるなど、要所要所の一枚絵が、高品質な仕上がりの作品なんだ。ぜひともプレイしてほしいと言いたいところなんだけど、現在は、プレミア価格になっていて入手困難な、高値の花のゲームでもあるんだよね。次に紹介するゲームは、バブル時代の美女登場、いただきストリート。ドラゴンクエストシリーズでおなじみの、堀井雄二さんがゲームデザインを、
手掛けたという、バブル時代の美女と、土地と株で大儲けを目指すという、ボードゲームシリーズの一作目だよ。広告のコピーは、高度な、7人の銀行機能プレイヤーが、あなたのお相手をするよ。このゲームの開発は、ゲームデザインがドラクエの、ホニー遊戯さん。プログラムは、あのヘビウスの、遠藤正信さん。キャラクターデザインは、ファミコン通信で連載中の、ベーシックンでおなじみの、新井清和さんというスペシャルチームだよ。さらにゲーム内容についても、広告コピーによると、サラリーをもらってお店や株を、買って、自分もお店に出資して、お金を増やしていこう。ライバルよりお金持ちになれば、優勝だよ。ボードは1000ごめん、ルールは簡単だけど、勝つには戦略が必要なんだよね。というもの、1990年代初頭という、リリース時期を反映してか、バブル時代を彷彿とさせる要素が、多いのが特徴だね。選べる7名のキャラの中から、4名の美少女を選ぶことができるようになっていて。新井さんによるキャラデザインは、前世紀の、おにゃんこクラブを思い出させる懐かしい作品でもあるよ。4人の女の子のキャラを、ご紹介すると。1人目の女子は、早瀬まりなちゃん。15歳の高校1年生、水亀座の B 型、ロマンチストで世話好きな明るい性格、趣味はピアノ。2人目の女の子は、高杉ともみちゃん。18歳の OL、ヤギ座の A 型で、素直でおとなしいお嬢様タイプ、趣味は料理だよ。3人目の女の子は、水沢恵子ちゃん。職業は、バブル時代らしいコンパニオン、趣味はディスコ好きの21歳、天秤座の B 型、目立ちたがりで派手好きだよ。4人目の女の子は、杉森さゆりちゃん。19歳の女子大生、乙女座の O 型、理知的な性格で、趣味はスキューバダイビングだよ。バブル時代の美女に会いたければ、いただきストリートをプレイしてみよう。次に紹介する美女ゲームは、ドット絵ファンが泣いて喜ぶ一品、ムーンクリスタル。この作品が発売された、1992年当時に、ムーンクリスタルというと、セーラームーンがあまりにも有名なんだけど、この作品は全くの別物であり、また違った魅力を持つ作品なんだ。ゲームのオープニングは、こんな感じです。代々シルス村には、二つのものが、伝えられてきた。一つは、神秘の石、ムーンクリスタル、もう一つは、謎に満ちた伝承である。その伝承によると、満月の夜、死者たちは墓から抜け出して、森をさまよい歩き出す。もし出会ってしまったら、墓の中に引きずり込まれてしまうだろう。そして、ある満月の夜、村人たちが、ムーンクリスタルを願う、黒ずくめの人々によりさらわれてしまった。唯一難を逃れた少年、リッキー・スレイターが、人々を救い出すために立ち上がった。というもの、ゲーム途中から、金髪の可愛い美少女、ロジーナも登場する、横スクロールアクションゲームだよ。このゲームの魅力は、なんといっても、ファミコン末期のソフトというだけあって、成熟の域に達した豪華なビジュアルなんだ。神業的なドット絵に、洋芸の雰囲気も漂いながらも、アニメに匹敵するレベルの、高水準な一枚絵たち。ムーンクリスタルをめぐるドラマが、ファミコンに集約された、一品と言える作品なんだ。ドット絵ファンに人気のこの作品は、中古でも3万円を超える高値で、取引されるなど、プレミア付きの名作ゲームだよ。次に紹介する美女ゲームは、いかにも90年代初めの、美少女キャラが登場する、交流伝説ヴェルガスト。この作品は、猫耳美女や、魔法少女が戦うアクション RPG で、メディアミックスで好評を、博したこともあり、その人気の勢いに乗って、1992年に、スーパーファミコンから発売されることに。そして、この作品の外伝を、翌年にあえて古い、ファミコンから発売するという、珍しいリリース方法を、取った作品でもあるんだ。魔法使いのレミア、剣を武器に戦うリタ姫など、数多くの美少女キャラが、登場し、特に人気のキャラといえば、猫又族の戦士、ユキアだね。ユキアは、ビキニアーマーを装備し、必ず助けに来るなぁ。と語尾に、ニャーをつける姿は、まさにファンタジー世界における、猫耳キャラのスタンダードとも言える、可愛さぶり。完成されたキャラクターとして、今なおファンが多い、猫耳のビキニ戦士ニャよ。シリーズはその後も人気が加速していく中で、物語の2年後を舞台にした、第2シリーズが制作されることに。さらに、漫画や書籍だけでなくトレーディングカードの、カードダスや、プラモデルなどにも進出し、このまま人気が続けば、社会現象としてブームを、巻き起こす可能性も秘めていたんだけど、しかし、バンダイ人事部から、猫又族は、人事異動だ。と担当者の異動により、作品の続行が不可能となってしまい、なんとシリーズは打ち切り、と実にあっけない最後を遂げてしまうんだ。おのれー、何やってんだ、バンダイ人事部。ファミコン時代のビキニアーマー美女たち。巨乳のビキニ戦士の登場、1987年発売の、アテナ。ファミコン時代に、なんといっても一番印象に、残った美少女キャラといえば、ビキニアーマー美女の、アテナ姫だろうね。この作品は、もともと1986年に、SNK が、アーケードゲームとして稼働していたゲームを、ファミコン版として、マイクロニクス社外職担当した作品なんだ。この作品のストーリーは、こんな感じです。冒険好きなアテナ姫が、死後の地下室の、開かずの扉を開けてしまい、幻想界へと旅立った。次々現れる武器を使いこなしながら、行く手を阻む、
帝王ランテの手先たちを叩き潰して、小世界を進んでいく。さあ果たして、ランテをやっつけて、無事にお城に戻ることができるか。というもの、作品内容は、ビクトリー王国の王女、アテナ姫が、7つの世界をめぐって戦うアクション RPG ゲームなんだけど、ゲームの内容より、インパクトの強かったのが、なんといっても、アテナ姫のビキニ姿だね。この頃は、今では考えられない、ビキニアーマーの全盛期の時代。ビキニアーマー？そう、パソコンゲームの、無限戦士グアリスの麻生優子ちゃんや、マブーラの翼の女戦士ルシアちゃんなどの、ビキニアーマー美女が次々と、登場するなど、ゲームファンを喜ばせた時代なんだよね。ピンクのパッケージに、ムチムチのビキニギャルのアテナ姫が、イラストされた箱を見て、衝動買いしてしまったユーザーも、多くいただろうね。何せこのイラストは、ポスターをはじめとして、攻略本やファミコン版の、パッケージなど様々な媒体に、露出されることになり、当時の男子で、目にしなかったもの入ないほどの、インパクトがあったんだ。さらに、ファミコン版のアテナには、オリジナルミュージックテープも、付録で付いていて。付録でミュージックテープ？そう、このアテナのゲームパッケージは、外箱の色が、ショッキングピンク一色の、大きなパッケージで。パッケージには、ビキニ姿のアテナ姫がデカデカと、描かれているのも相まって、アテナ城を手に入れるために、店頭に持って行くのは、相当の勇気が必要だったのだ。ゲームプレイの前かな、勇気が試される作品だね。ここで、このゲームのオリジナルミュージックテープの、広告コピーをご紹介させていただきます。ゲームを楽しんだ後は、漏れなくついてくる、オリジナルミュージックテープで、素敵なアテナアームミュージックが、楽しめちゃうよ。その上今大評判の、続編、サイコソルジャーのテーマ曲と、エンディング曲が、ラストまで聴けちゃうんだから、もう気には大満足。それともう一つ、今 SNK のテレフォンサービスで、清水香織ちゃんの声を聞くこともできるんだ。さあ、早速、アテナ姫をゲットしに行こう。というもの、そしてインパクトの強く残った、赤引きに一丁のアテナ姫の、デザインについて、デザイナーさんは後のインタビューで、姫の装備は、ビキニアーマーのつもりでデザインしたんじゃないんですよ。RPG なら、装備をゲットしながら、少しずつ強くなっていく姿を、表現したいなぁと思って、考えたんです。露出度の高い格好の方が、視覚的にわかりやすいだろうということで、デザインしてみたんですよ。決して、私の好みを表現したいがために、描いたわけではないですからね、あしからず。と、言い訳に近いコメントを残しているよ。スタッフの好みだった気がするけど。このインパクトのある作品は、当時ヒットを連発させて、波に乗っていた、SNK だからこそ挑戦できたことであり、かつ80年代だから表現できたビジュアルでもあるんだ。今、こんな健康的なヒロインキャラは、いないかもね。その後も SNK は、ザ・キング・オブ・ファイターズに、アテナ姫の子孫を登場させるなど、自社作品の要所要所で、フィーチャーしているよ。ファミコン作品のヒロインとしては、最も成功したのがこの、アテナ城だと言えるね。最後に紹介するビキニアーマー美女は、当時、アテナと双璧の人気を誇った、マブーラの翼だよ。1986年発売の、サンソフト制作。このゲームは、美しい色合いで描かれた、幻想的なファンタジーの、世界と、魅力あふれるキャラクターや、BGM で人気を呼んだ作品だね。この作品の登場は、SNK のアテナがアーケードで、登場したのと、同年にリリースされたこともあり。当時は、ビキニアーマー美女といえば、アテナ城と、女戦士ルシアと呼ばれるくらい、双璧の人気を誇ったんだ。服装の露出度の高さや、高難易度のアクションゲームだという点も、アテナに似ているよね。キャラクターデザインは、当時サンソフトにデザイナーとして、所属していた漫画家の、森健さんが担当。後に、森健さんが、雑誌インタビューで語ったところによると、主人公の女戦士ルシアは、ビキニ型では恥ずかしいと思いまして、少し露出を抑えたアーマーにしてみたんですよ。と証言しています。しかし同年に、発売され大ヒットした、無限戦士グアリスの麻生優子ちゃんの、露出度を見て、しまった、もっと脱がせておけばよかった。と後悔の念を口にしたという。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。